ちは、かなめしゅーるです。本日はレジン作業なんですけども、ちょうど去年の今頃、東急ハンズで購入していたワゴンセールで300円だったレジンのキットを使ってアレンジしていきたいと思っています。このキットの中のフレームと枠のフレームと、このかぶせるアクリルのちょっとジュエリーカットされたような部分を使って、自分の好みの感じに作っていきたいと思っています。キットは2種類で、1つはスノードロップ、そしてもう1つはモーブボトルと書いてあります。この分厚いですね、フレームをアクリル板でこうサンドするような感じで1つの作品になるので、中に封入するフィルムとか、お花のフィルムとかも入ってるんですが、それはちょっと使わずに自分っぽく何かできたらなと思ってるんです。で、結構ですね、重たい大ぶりなパーツになります。表面にジュエリーカットされたアクリルを接着するのに、少しフレームに薄くレジン液を塗って、そこにこうはめ込む形になっています。結構ですね、なんか力がいって、カチッてなるまでこう入れ込まないといけない感じでした。こんなに難しい作業ではないんですけども、そこだけかな、カチッと。あとレジン液がアクリルのところにつかないようにやってます。しずく型も同じように、薄く本当にちょびっとだけ塗って、そこにアクリルのジュエルカットされてるんですよね。結構ね、これが綺麗、ガラスみたいに見えるけどアクリルでできていました。香水瓶の方はですね、アリスをイメージして、なんかな、ドリンクミーの液が入ってるボトルのようなイメージで、ちょっと青いドリンクを作りたいなと思っています。なんかアリスというとブルーのイメージだったので、そしてかつちょっとこの液体を海っぽくならないように、キラキラのブルーにしていきたいと思ってます。瓶の中に液が入ってて、アリスとか他のパーツがちょっと入るようなイメージで、先にシールを貼るの忘れてて最近は慌ててつけています。アクリル の, なんか、ね、レジン液を塗る前にこう貼ってた方が良かった。シールなんですよね、これ。新鋭東京さんで買ったアリスのシールのウサギさんを貼っています。ちょっとなんかすでに溺れ気味な感じですけど、表から見ると綺麗に見えるように、表側にウサギさんを貼ってます。で、キラキラのこうドリンクにしたかったので、ちょっといろんなこうホロの、ちょっと大きめのホロを入れて、あと半々にブルーの部分と透明の部分となるように、上はクリアのレジン液を入れています。もうクリアとこのブルーの境目の部分に薄い水色のちょっとパウダーっぽいキラキラを入れてぼかしています。ちょっとうっすら色が変わるようにしてみました。私の動画は作り方動画ではないので、自分の作業の記録として残しているので、なんかこう作業の説明をしてくださいって
書いてる方がいたんですが、もうほぼ自分が覚えてればいいかなっていうところで、難しかったところとかを自分の中の記録として、残してるので、まあ誰かのなんかな、誰かが何かを作る時のまあ参考になればいいなと思うけれども、まるっきり同じものを作ってもらいたいとは思っていないので、大雑把なことしか、記録に残してないので、ご理解いただけたらと思ってます。毎回ですね、ちゃんと説明してっていう感じで書いてあるんですけど、作り方どうかじゃないのですいません、よろしくお願いします。この雫型の方は、どうしようかなと思ったんですけども、多分このカットが綺麗に見えた方がいいなと思ったので、このですね、ちょっとこう摩訶不思議な雰囲気のこのフィルムを入れたいと思って、さっきのブルーが残ってたので、そこの方に少し雫の底の方にブルーが入って、ちょっとねオーロラっぽい輝きをするフィルムなんですけど、デザインフィルムを買ってたので、それをちょっと入れてみました。ちょうどですね、今度雫の形に、大きさにぴったりサイズだった、それをちょっと閉じ込めてみようかなと思ってます。ちょっとねシンプルに、こっちはアリスとかっていうよか、なんかちょっとそのままシンプルに使えたらいいなと思っています。中はですね、フィルムを閉じ込めたり、ちょっと薄めのパーツとかを入れる分には大丈夫なんですけども、ここのこうフレームの厚みと、アクリル板を重ねるところがあるんですけど、そこまでにレジン液がこう厚みが出ないように入れないといけないっていうところで、そこだけ注意する。だからこのフィルムぐらいの厚みで閉じ込める分には全然大丈夫でした。このですね、アクリルの方にシールを貼ればよかったなと思って、この中にレジン液を塗ったところに、貼った分がアクリルのこう表面カットされたのを貼るとちょっとぼやけちゃったので、後でね一番最後に気づいた、この時点ではちょっとね閉じ込めるだけで一生懸命だったので、気づいてないんですけど、この中にアリスがメインになりたかったのに、表に一番表に貼ったウサギが一番綺麗で、内側に貼ってアクリルを乗せた分にはこのアリスがあんまりはっきり見えてなかったので、先にねアクリルの方に貼っておけばよかったと思っています。このスノードロップの方のこの雫型の形の方は、表にフィルムを入れただけの厚みだったので、中にですねこの鍵とか薄めのパーツだったら閉じ込められそうだったので、ちょっと入れてみました。ちょっとこうちょっとだけ動きがある感じになればな、あんまりねじゃかじゃか動かないだろうなと思っているので、その鍵とかちょっとお星様のシルバーのですねこのパーツをあまり持ってなくて、もう限られたパーツしか入れられなかったんですけども、それをちょっと中に閉じ込めてみました。少しですね、アクリル この表面が浮いてるんですよね、カチッて浮くまで入れなかったので、ちょっと浮かせた感じでちょっとだけ隙間ができるところをレジン液でこう密閉するような感じでこう周りを塗っています。ちょっとですねフレームのところも、この銀色のシルバーのところもちょっとこうレジン液をコートするような感じで蓋を密着できるようにやってみました。香水瓶の方も同じように、表面の四角い部分の蓋
パーというかアクリルのこうジュエリーカットされてるようなジュエルカットジュエリーカットをされてるようなちょっとですね宝石チックな感じでアクリルだけどちょっとガラスっぽく見える雰囲気のある表面ですね。それをまたこれは中はシールしか封入してないのでカチッと押し込んでレジン液で固定できるようにしています。雫型の、中に入れた鍵とかですね、最初ですね鍵動いてたんですけどなんかこうある部分に挟まって途中でちょっと動かなくなりました。なんかね最初はこう鍵でんぐり返るぐらい動いてたんですよね。だけどもうちっちゃなお星様ぐらいしか動かなくなりました。厚みがあるやつは引っかかってしまったかでちょっとガンガンしてみたけどちょっと動かなくなりました。この頃はまだ動いてたかな。出来たてほやほやの時は少し動きがあったんですが小さなお星様類がサラサラ動くようになっています。このねフィルムがなかなかちょっと撮影するにはあんまり写りが悪かった。あと小さなサブパーツを作ってみたいと思ってます。一緒に下げれるように。アリスの方にはシルバーのちっちゃめの懐中時計が中で多分福袋とかおまけについてたやつだと思うんですよね。この一つだけ小さめなのがあったのでそれを下げてみたいなと思ってサブパーツ作りをしています。雫型の魔法チックなフレームの方にはこのちっちゃい雫型穴が開いてるモールドがあったのでそれでサブパーツを作っています。でちっちゃめのこのフィルム同じようなフィルムで、ちっちゃい柄のちょっと違った模様があったのでそれをちょっとカットしてこの丸の中に入るように作っています。でこの中で雫のモールドどこで買ったか全然覚えてないんだけどなんか可愛いサイズでした。とってもでもう穴がここにすでに開くようにできているのでこの中になんかちょっとお星様も入れています。サブパーツなどで簡単にできればいいなと思ってたんですけどこの雫型がですね結構大変で型から出したら表面がちょっとデコボコだったのでそこをヤスリをかけて平らにしてあとまた表面にちょっとだけこうぷっくりなるようにレジン液を持っているところです。なんかですねちょっと大変だった型出しておしまいっていう感じじゃなかった。表面にまたコートしてやってます。このですねミニの懐中時計も、できました。ちょっとアリスっぽく統一できるように、完成しています。画面の6分の1ぐらいのところで作業してるんですけど雫型のまた反対面をぽってりぷっくりさせるようにコートしている作業をしています。結構ですねこの柄も透明な中にこのフィルムがすごい良かった。これ買って良かった。このフィルム透明なまんまでやるっていうのが良かったです。完成しました。レジンキットですが、ハンズでワゴンセールでもうなんかいっぱいざっと積まれたところで300円で買ってた、このキットのフレームなんですけども、ちょっと自分っぽくアレンジして2種類完成しました。一
つは、ですね、ちょっと魔法チックな謎のオーロラデザインフィルムが入っていますが、雫型で、ちょっともうキラキラ感を前面に出した雰囲気にしてみました。裏にはちょっと魔法のアイテムみたいな感じで、鍵が封入されてます。で、鍵も最初動いてたんですが、今はもうちょっとお星様しか、動かなくなっています。なんかね、カチってハマってしまったみたいです、巫女に。で、動かなくなりました。お星様は、シャカシャカと動いていますが、そんなにこう、音がするほど中は入れてないので、ちょっともうラッキーアイテムが入ってるという雰囲気で、ペンダントトップに仕上げています。結構ですね、大ぶりの、ペンダントトップですよね。で、なんかインパクトがあるっていう感じです。こちらの雫型は、中にちょっと魔法陣っていうの、なんていうの、この、なんだかわかんないんだけど、これを、なんかオーロラの、フィルムですね。で、このちっちゃい雫型で、サブパーツ同じこう雫型で合うなと思って、サブパーツも作って合わせてみました。穴もね、自分で開けなくていいので、だけどちょっとこう、大きめ、長い、なんだっけ、輪っかみたいなのがなかった、丸カンがなかったので、自分でちょっと球ピンを曲げて、止めています。で、この、結構インパクトがある大きめの、ペンダントトップになりました。鎖もですね、ついてるんですよね、ちゃんと。カニカンも全部一式ペンダントにできるように、一式材料がついていました。で、まあ、さ、自分で絶対下げないだろうなって感じなんですけど。で、短めに、こう、チェーンを短めにして、まあ、バックチャームにしてもいいかなっていう感じです。で、このドリンクミーのブルーのキラキラドリンクの瓶も完成しました。もうアリスで統一したかったのと、ドリンクはもうブルーにしたかったのと、文字盤も入れたかったのと、いろいろと自分が入れたかったものは、入れてみました。パーツも、アリスに合わせて懐中時計、小さめの懐中時計があったので、モノトーンのアリスとお城を閉じ込めています。カナメシュールの方が、ですね、3000人の登録者様、ありがとうございます。いつの間にかというか、視聴者さんに、視聴者さんに教えていただいて、3000人ありがとうございます。これからも、まあ、自分っぽく、自分らしく、自分ペースで、自分の好きな作業を、続けていけたらなと思ってます。いつもたくさんのコメントありがとうございます。楽しく読んでるし、楽しくお返事も書いております。また、お時間がある時には、どうぞ覗きに来てください。まあ、一言でも残していただけると嬉しいです。あと、なんかこういう風な感じっていうのも、真摯に受け止めながら、お返事を、書くようにしておりますので、貴重なご意見もお待ちしております。では、今日は最後まで見てくださりありがとうございます。またよろしくお願いします。では、今日はこの辺で、バイバイ。